皆さんこんにちは。音質改善マル秘大作戦オーディオ入門です。今回で16回目になります。私はこれまで散々回り道をしながら無駄なお金と無駄な時間を使ってオーディオを楽しんできました。皆さんにはそういうことのないようにと思い、このような動画を作っています。私はオーディオはいい趣味だと思っています。皆さんには長く楽しんでもらい、今以上にオーディオを盛り上げていただきたいと考えております。さて今回のテーマですが、スピーカーの接続方法についてになります。皆さんもご存知のことと思いますが、接続方法にはシングルワイヤリングとバイワイヤリングの2通りの方法がありますよね。皆さんはどっちでつないでいるんでしょうね。それでバイワイヤリングで接続した方が高音質になるというのは今では常識ですよね。でもそれって本当なんでしょうかね。その辺のことも含めてお話ししていきたいと思います。またスピーカーの接続方法を決めかねている方は、もしかしたら見ていただいた方が少しは参考になることがあるかもしれません。もしスピーカーの接続方法の違いをご存知でない方は、お手持ちのスピーカーを見てください。キャビネット背面にスピーカーターミナルがありますよね。それでそこに入力端子が2つしかなければ、シングルワイヤリング接続しかできないスピーカーということになります。昔からあるケーブルを1本だけ使ったつなぎ方ですよね。一方、入力端子がプラスマイナスの2個ずつ、計4つあったとしたら、シングルワイヤリングとバイワイヤリングをお好みで選ぶことのできるスピーカーということになります。バイワイヤリングにするときは、ケーブルは片方で2本使うようになります。まずはじめに、どうしてバイワイヤリング接続が必要なのかということをお話しします。例えば、ツーウェイスピーカーの場合ですね。ツーウェイスピーカーは、ネットワークを介して、低域はウーハー、高域はツイーターに接続されていますよね。そこに信号が送られてくることによって、それぞれのユニットが振幅作動し、結果としてスピーカーから音が出ます。そして、それを聞いて皆さんが楽しまれているということですよね。それでこの時、低域のウーハーを作動させるには、ツイーターよりもはるかに大きいエネルギーが必要となってきます。その結果、低域ウーハーを作動させることによって、逆起電力という発生しては欲しくないものが発生してしまいます。ベースやドラムなど、低音域の効いた音源ほど、この逆起電力は多く発生してしまいます。この逆起電力は、本来の綺麗な信号に乗ってしまいます。信号を汚してしまい、音に歪みが出てしまいます。この音の歪みが出やすいのが、高域を受け持つツイーターということになります。ツイーターは、先ほども言いましたが、ウーハーと比べると、はるかにエネルギーが小さいので、信号に対する逆起電力の比が多くなってしまいます。結果として高音域の音が汚れ、音の再生も少し不正確なものとなってしまいます。具体的には高音域の歪みや濁り感が少しあります。臨場感と奥行き感が落ちます。音像定位には不可欠な反射音成分の再生が不正確になりますと、このように逆起電力により高域の再生音が少し汚れてしまうんですよね。そこでこの逆起電力のツイーターに対する悪影響を回避するために取られる方法が、バイワイヤリング接続ということになります。ネットワークを介さずに、2本のスピーカーケーブルを用いて、各ユニットとアンプを直接接続してしまうわけですね。こうすることによって、ツイーターの音質は改善されます。音の歪みが取れ、臨場感や音像定位の再現がより正確なものになります。いずれにしてもこの逆起電力はアンプの出力端子で合流してしまうんですよね。でもアンプの回路内で吸収されてしまうと考えられています。しかし逆起電力を取り除くフィルターを使用するとなおさらに SN 比は上がります。以上がバイワイヤリング接続を必要とする理由になります。そうするとこんな感じですね。ツーウェイスピーカーはネットワークを介してウーハー、ツイーターに信号は流れます。シングルワイヤリングで接続した場合、ウーハーのボイスコイルが動作することによって電気が発生します。その電気のことを
逆起電力と言います。ネットワークによりツイーターとつながっているので、その逆起電力はツイーターにも流れます。またアンプ側にも流れます。一方、バイワイヤリングで接続した場合はネットワークを返すことなく、ウーハーはウーハー、ツイーターはツイーター、それぞれ直接アンプに接続することになります。ということで、ウーハーから発生した逆起電力の影響をツイーターは受けづらいということになります。私は35年くらい前ですね、普通にレコード、カセットテープをまだみんなが楽しんでいて、すでに数年前に亡くなられましたけれども、大竹栄一さんのロングバケーションの CD が出た頃ですね。 CD の第1号は確かこのロングバケーションです。その頃私はトリオのアンプを使っていました。ケンウッドの前身のメーカーですね。そのアンプのスピーカー接続はとてもユニークでした。逆起電力対策として、普通のスピーカーの出力端子とアース用の端子がついていました。バイワイヤリングではないのですが、ケーブルを2本必要とする接続方法でした。こうすることによって逆起電力を逃がすことになりますので、当時の他のアンプと比べると随分スッキリとした音で鳴っていました。当時私はフュージョンしか聞いていなくて、音圧型に寄せた原音再生でクールに仕上げていました。 DL103 でレコードを鳴らしていましたが、随分スッキリした音で気分よく聞いていました。ただ今にして思えば、音の旨味も少し抜けていたのかもしれませんね。昔のトリオのアンプのスピーカーの接続の仕方はこんな感じでした。ケーブルは2本使っています。1本は出力端子につなぎます。もう1本はアースの方につないで逆起電力を逃がしていました。とてもユニークな接続方法だと思います。当時他になかったと思いますね。次に、バイワイヤリングで接続した方がシングルより本当に高音質に仕上がるのか、またリスナーが実際に聞いてみて心地よく楽しめるのは一体どっちの音なのか、ということについてお話ししたいと思います。音質と高音域の再生に関しては、システム的にも理論的にもまた結果的にもバイワイヤリング接続の方がいいです。一方、音のつながりの良さ、音のまとまりの良さについては、バイワイヤリングよりシングルの方がはるかにいいです。このようにどちらも一長一短です。聞くのは皆さんです。ご自分でどこに重点を置くのかで接続方法を選べばいいんですよね。バイワイヤリングだけが 100% いいということではありません。現に現行モデルのスピーカーでもシングルワイヤリングしかできないものもたくさんありますよね。それらはメーカーで当然逆起電力の影響を受けたとしても、いい感じに音が鳴るように調整し上げられています。もしかしたらお手持ちのスピーカーがバイワイヤリング対応のものではないので、物足りなさを感じている方もいるかもしれません。でもそんなことは全然気にしなくていいことだと思います。心地よく楽しめているのであればそれで十分です。私の場合は音像定位の前後と奥行き感をある程度正確に再現したいので、それを左右する音源に含まれている反射音成分の再現を正確にする目的でバイワイヤリング接続にしています。それでただつないだだけ、何も対策しないで B&W を鳴らしたとすると、音質はいいですが高域が過剰でエッジがかなり立ってしまいます。なのでいろいろと対策を重ねて B&W の鳴りっぷりは7割ぐらいまで抑えて聞いています。ということで、バイワイヤリングにすると全てが良くなるわけではありません。バイワイヤリング接続をした上で各対策をすることで、いい感じの音にやっと仕上がります。また逆にシングルで聞いていて何か物足りなさを感じているのであれば、何らかの対策をすることで随分クリアな鳴りっぷりに変えることができますよ。接続方法による違いはこんな感じですね。イメージです。音質、反射音成分の再現、音像定位に関してはやはりバイワイヤリングの方がいいですね。透明感も違います。シングルの方は少し混濁があると書いてありますけれども、これは聞き比べないとわからないレベルです。次に、音のつながりの良さ、音のまとまりの良さ、エッジが立ちやすいかどうかについてはシングルの方がいいですね。まったりゆったり聞きたい方はシングルワイヤリングで十分です。
バイワイヤリングの場合には各対策を皆さんで一手間かけなきゃいけないでしょうね。特にエッジが立ちやすくなります。エッジがきつめになったりするので注意が必要でしょうね。それとケーブルですね。当然2本で済むところを4本使うわけですからお金が倍かかります。シングルの方は増やしようがないので、例えば同じだけお金をかけるとしたらケーブルのアップグレードができますよね。接続方法を変えるだけじゃなく、ケーブルによって音はかなり変わりますので、ケーブルは2本で済むわけですから4本分の値段のものにアップグレードすると随分変わります。もしかしたらこの方がいいかもしれませんよ。それでは最後にバイワイヤリング型の入力端子のついたスピーカーのシングルでの接続の仕方についてお話しします。またシングルワイヤリングで接続する際にはハイとローをジャンパーケーブルまたはプレート、このようなものでつなぎますよね。付属のものありますよね。付属のものでしたらこの端にワイラング端子がついていると思います。それらは酸化膜で汚れてます。ハイとローを接続すると音にこれらの音が乗ります。プレートとかケーブルですね。それで音が乗るのは仕方がないんですけれども、これらには酸化膜というものがついていて汚れています。それによって音の透明感とかが損なわれていますので、ついでに掃除してみてください。また現在使用中の方は一度外して掃除してみると透明感が戻ります。このようにピカールですね、ご存知ですよね。これで拭けば大丈夫です。金メッキとかが剥がれることはありませんから。はじめはこのような色ですよね。拭いてみますね。このように酸化膜が取れてきます。これによって音はこもっています。透明感がなくなっています。このように酸化膜を除去することによって透明感が戻り、見通しのいい音になります。どうですか、分かりますか違い。こちらが酸化膜を除去した方です。こちらが除去してない方です。信号はほとんどこの胴体の表面を流れますので、かなり違いが出ます。ワイラング端子の場合は同様に挟んで拭いてもらえればいいんですね。それではケーブルの方ちょっと拭いてみます。こんな色ですね。拭く前は拭き残しのないように、実際には綺麗に何回も拭いてくださいね。それでこのように酸化膜って取れてきます。どうでしょう、こちらが酸化膜を除去した方です。こちらが除去していません。違い分かりますかね。なお酸化膜を除去すると 2,3 日はギラつき感が乗ります。ただそのギラつき感は 2,3 日で収まるので心配しなくて大丈夫です。また音の好みは人それぞれです。酸化膜を除去して音がきつくなったなと思ったら接点復活剤とかを少し塗っていただくと音は落ち着くと思います。または何もしなくても酸化膜というのはすぐ張り出しますので、1ヶ月くらいしたらほとんど前の音に戻ります。また3ヶ月くらい経つと全くわからないくらいに以前の音に戻りますので、心配しないで一度試してみるといいと思いますよ。思いのほかすっきりした音に仕上がりますので。バイワイヤリング型の入力端子に対してシングルワイヤリングで接続する場合のお話ですね。これはジャンパーになります。プレートなのかケーブルでつなぎますよね。スピーカーケーブルを背側につなぐパターンがあります。またはロー側につなぐパターンがあります。あとはタスキ掛けといってプラスとマイナス、ローとハイずらしてつなぐつなぎ方があります。またはこちらは逆ですね。マイナスをハイにしてプラスをローにつなぐ、このように接続の仕方を変えるだけで音が微妙に変わります。皆さんなりに試してみてご自分の好みに合った接続の仕方を見つけるといいと思います。好みなどで一概に言えませんが、おそらくこの辺の方がいい感じなんじゃないかなと思います。今回はこれで以上になります。全体的にはっきりとしない内容になってしまいましたが、スピーカーの接続方法についてはこんな感じにご理解いただければいいと思います。ご自分の音の好みに合わせて選べばいいんですよね。
とにかく高音質に特化して楽しみたい方はバイワイヤリング、一方全体的にまとまりのいい音で楽しみたい方はシングルと、こんな感じなんでしょうかね。皆さんなりにいい音に仕上げて楽しんでくださいね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。